はい、どうも、こんにちは、リオラです。今日の動画は皆さんガチマッチしてて、うわ、これ負けたなーって思う試合とか、最悪やこれ負けたって思う試合ありますよね。はい。今回はその負けた試合を、負けた試合というか負け試合を、勝ち試合に変えるための考え方っていうのを、皆さんに実際に僕の負け試合のプレイ動画を見ながら、まあ、教えていきたいなと思っています。はい。というわけで、初動、早速死んでますね、ホッケフト。構成相性最悪ですね、これ。こっち一角武器が2人で、化けラピアーマーに弱い武器4人に、対して相手赤羽シューターとマルチミサイル2枚と、もう構成相性は最悪ですよね。はい。で、結構この試合僕初動っていうか前半先般してしまって、結構負け濃厚かなって感じだったんですけど、まあ、途中で考え方を変えることによって勝ち試合に変えているので、まあ、そこを皆さんに教えていこうと思います。はい。初動はね、特に言うことないです。先般してるんでまあ見ていきましょう。まあ、これはサイドと左に、右と左に分かれてたんで、まあ優先順位として竹を見に行ったんですけど、まあうまいこと逃げられちゃって、これやられちゃうと、洗濯機判定でけえわ。うん。これなんとか、まあ、味方より前で戦って死んだことによっても、味方が前に出てカバーしてくれたんですけど、言ってしまったらこっちの構成っていうのは、まあ、カバーがしにくい武器やと。うん。カバーがしにくいっていうか、ヘイトカードが苦手です。そう、ヘイトカードが苦手な構成なんですよね。全体的に。まあ、強いて言うなら僕がちょっと変えるかなぐらいイカスフィンあるから。うん。ただ僕の立ち回りっていうのは、いろんな動画でも言ってるんですけど、こう、味方をカバーする立ち回りが、まあ、基本なんですよ。うん。ただ、もうここも焦り突っ込んでますね。はい。結構、なんかもう、やべえってなって突っ込みまくってますね、これは。で、僕の立ち回りは言った通り、カバーが、メインの立ち回りなんですけど、見てもらったら分かる通り、構成的にはヘイトを変えるような武器が味方にいないし、まあ、なんつったらいいの、対面したらすぐ終わっちゃうような地形なんですよね、ここは。バケツとかダイナムとかやって特に感動がある武器なんで。うん。なので、その子たちをいかに自由に動かしてあげれるかっていうのが今回のマッチでは重要になってくるのでこの辺からですね、結構立ち回り変わってて、がっつり前に行くんですけど、まあ、キルを狙うってよりは味方を待って、ヘイトを勝って、味方と一緒に詰めていくって感じですね。はい。まあ、いつもやったら味方の後ろについていくとか、味方のサイドから行ったりするんですけど、今回は逆ですね。僕が初めに前に出るって感じですね。はい。前に出てあげて、まあ、取れるキルはこうやって取っていくと。はい。で、索敵を一番初めにして、まあ、ラピなんで索敵はそこそこって普通に得意な武器なんで、こうですね。はい。前に出て戦いながら、まあ、キルを取っていくと。ヘイトをもらいながら。はい。味方にできるだけヘイトが向かないようにしてます、これは。で、これは右サイド取れたので、持ってるんですけど、これちょっとミサイルが来ましたね、はい。で、ミサイルが来たので、一回下がります。ただ、ここ、下がっちゃうとエリアを塗られちゃうので、相手の方が塗りが強いので、イカスヤで、しっかりと前線をキープします。はい。こういう立ち回りですね。僕がヘイトを買う。うん。で、エリア管理ができているので、まあ、あとは北で敵を倒して、このままノックアウトと。はい、非常に綺麗でしたね、これは。形が。途中までは僕がキルを狙ってて、まあ、そのせいでデスしてしまったり、カウントが取られたりしてたんですけど、まあ、途中からヘイトを買うっていう方向に、なんか考え方を変えて、立ち回ることによって、このままノックアウトと。変えてからすぐノックアウトいきましたね、はい。こういう感じですね。じゃあ2試合目見ていきましょう。はい、というわけで2試合目見ていこうかなと思います。はい。噛んだわ。で、まあ、一試合目から学んだことをここまあ話していくとまとめると、まあ、何が大事かっていうと、思考を固定しないってことですね。はい。考え方を柔軟に対応させていきましょうって感じです。はい。俺の立ち回りはこうやから、こうこうこうで、こうやから絶対こうすんねんって決めるんじゃなくて、こう相手の構成とか味方の構成とか、もうマップとかにもよって、立ち回りとか考え方っていうのを、まあ、考えて変えていくのが重要かなというふうに思います。はい。案の定初動死んでますね。よくねえ、マジで。これ索敵して上から行きますね。ただこれ、この試合は結構ね、序盤はそこそこ良かった気がするんですよ、確か。これ味方のカバーを押して、キルを取って、アーマーを割って、こんな感じで盤面は取れてるんですよね、はい。ここまでは悪くはない、そこまで。で、ここですね。ここはちょっとイカスフィアが割られちゃって死んでしまうと。
で、構成見てもらったら分かる通り、こっち全員ゾンビなんですよね。だからまあ結構前に行ってますね、僕も LINE 合わせるために。ここでキルが入ってたら炭酸でやられちゃうと。この炭酸痛え、マジで。うっぜえわ。マジでうぜえわ、あれ。炭酸の場でも安定せへんよな。あれ、ケルビンか。で、これはまたカバーしに行ってます。ただ、あえてプレッサー来たので、一回待ってますね。で、プレッサーで自分が死ぬ可能性がなくなったなと思ってから前に出てます、これは。で、味方のカバーを押して、キルを取っていくと。で、上にいたのが分かったので、上戻ろうとしたんですけど、まあ、帰ったのが見えたんでね。まあ、一回下クリアリングしてって感じです。シールドがね、マジ厄介。ラピッドブラスターからしたら。これプレッサーに焼かれるのが怖かったんで、前に出てヘイトをもらいつつ下がると。で、まあ、ただ味方が死んでしまってミサイルも飛んできたので、一回下がりますね、これは。で、カウント勝ってるんですけど、盤面を取られてしまうと。で、ここでケルビンが潜伏してて、やられちゃいましたよと。これ結構まずい状況ですね、打開で。完全に取られちゃって、やべえなってなってるんですけど、まあ、味方が1キル。あ、で、これ2ですか。で、ここで、僕あれ、多分こう考えてます。味方のキル力が、敵のキル力に勝ってないので、俺がキルしに行こうって感じで立ち回りを変えてますね、こっから。結構、自分主体で動き始めます、この辺から。味方を一旦無視して、無視っていうかまあ、なんつったらいいの、カバーとかを考えるんじゃなくて、自分一人でキルを取るっていう考え方に変えてます。で、味方にカバーさせるっていう感じですね。あとはもう完全にカバーするってよりは、おとりとして使う。カバーってよりはなんかもう、味方を殺してでもキルを取るって感じにしてますね。ここで一旦待って。で、コラチとやらかしましたね。イカスフィアで、前線上げようと思ってリードしようと思ったんですけど、まあ、塗ってる敵の弾にたまたま当たってしまって、デスしてしまうと。これは良くなかったですね。結構、まあ、こういう主体的な動きをしてるとこういうミスが。あるので、まあ、ガチマッチではあんまりおすすめしないんですけど、まあ、相手の構成とか味方の実力によってはこういう立ち回りも必要になってくるって感じですね。はい。これ上がきつそうだったので、まあ、下から行ってますね。相手がアーマーついたので一旦待ってます、これは。で、味方が死んでしまったんですけど、下と上ではそんなにね、なんつったらいいやろ、人数のあれが関係ないので結構分断されてるステージなんで、下から無理やり強引にキル入れて打開してますね、こんな感じで。はい。完全に自分主体で動いてますね。こういうなんか臨機応変さ、味方とか敵の実力によって立ち回りを変えていくっていうのが重要になってくるかなと僕は思いますね。まあ、その簡単に言うけどそんな難しいって話なんですけど、まあ、それは経験とか知識をつければどういう立ち回りをしてあげれば勝てるかっていうのが分かってくるので、こういうシチュエーションとかどうしたらいいのとかあったら、もしよかったらコメントとかで、ね、言ってくれたら、まあ答えやすいやつは答えるかなと思います。はい。これは絶対勝てない対面だったので一回下がります。下がりつつここで味方のカバー行ってますね。はい、キルを取って、でこれはイカスフィアを貯めつつ強人を見てるって感じですね。スフィアがもうすぐ溜まって、でもイカスフィア溜まったらこれカウントリードできるんで、はい、スフィアで無理やり前線を上げて、カウントを取りに行きますよと。途中結構危なかったんですけどね。まあ、僕の立ち回りを変えて、自分主体で動いて、キルとカウントを自分で取りに行く動きに変えてから、このまま勝ちと。って感じですね、はい。まあ、具体的にこうしろってことは今回言えなかったんですけども、考え方。うん。負けてる時の考え方の変え方っていうのは教えられたので、まあ、それ参考に自分の立ち回りを、まあ、ちょくちょく変えていってみてください。質問とコメントにお願いします。さらば。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さらば。